ご覧いただきありがとうございます。ラスタリュです。今回ご紹介するのはクロケッタのジョーンズ、サフォーク2、スペクテーターシューズのご紹介です。こちらは、スペクテーターシューズ、スペクテーターという意味が、まあ、観戦者とか、まあ、観覧者とかいう、意味があるんですけども、およそ1920年代、まあ、前後、まあ、1910年代から30年代あたりですね、あたりにスポーツ観戦するときに、博物として、まあスポーツ観戦当時で言うとやっぱり、テニス、クリケット、あとポロ競技とか競馬ですねなどの、観戦用に、作られた、社交界用の、靴となっております。はい、で華やかですごくスポーティーな印象を与えるために、白黒のツートーンにしたとも言われています。はい、で、今回のものは、ホワイトバックスと、濃い紺色ですね。まあ、黒に一瞬一見、まあ、黒に見えるんですけども、太陽光の下ですと、濃い紺色の色がこう鮮やかに出るかなという。こちらは、トゥモローランドさんの、別注ですね。確か2012年の春夏の、モデルになります。まあ、もう8年ぐらい前のものになりますので、この辺りの状態のいいものというのはなかなか、入手しづらくなっているのではないかなと思います。はい、非常に、シンプルになりやすい夏のコーデにも、足元鮮やかに、爽やかにこう彩れますので、はい、非常にそういう意味では希少かなと思いますね。はい、まあ、単体に見る と, ちょっとかなり目立つ靴と思われるんですけども、まあ、このあたり色とかを拾っていただけながら、例えばまあジャケットとかリネンシャツ着て、まあ、ホワイトデニムとかでも合わせたりすると、非常にまとまったコーデ演出できるかなと思います。で、状態といたしましては、まあ、先ほどもさっと状態がいいっていう、説明をさせていただいたんですけども、まあ、このようにつま先とかも襟もほとんどない状態ですね。はい、で、かかとの方も、オリジナルでほぼ減っていないような状態ですね。はい、で、結構汚れがつきやすい、ホワイトバックスも、この大きな汚れとはない感じですかね。はい、どうしてもこう凝視するとちょっとここ黒ずんでるかもっていう箇所はあるかもしれないですけども、そういう大きなこう何かがシミがついたっていうところは、ないかなと思います。カーフの部分もネイビーのカーフの部分も、特に大きなこう傷とかはないかなという、印象ですね。はい、で、あと中底の方も沈みもほぼないような、状態となっております。はい、まあ、レザーの減りはこれぐらいになってきますね。はい、まだ全然本当に数回履いた程度かなっていうような感じですね。で、ちょっと大事なところはサイズ感になるんですけども、こちらがですね、通常のクロケットよりかかなり小さめに作られているという、印象を受けました。キャベンディッシュ、まあ、ちょっと夏の、召していただくことをメインにかけて、まあ、キャベンディッシュとかも、履いている方とかも、非常に気になるところであるとは思うんですけども、まあ、キャベンディッシュ3とか細身の3とかで、6.5E とか前後で履いている方、まあ、6.5 から7でぐらい、まあ、6.5 前後ですね。はい、6.5E 前後で、あのあたりでも、こちらが一応 7.5E になるんですけども、同じぐらいのサイズ感となっております。かなり、小さめに作られているっていう印象ですね。一応調べてみたところ、同じモデルで、サフォーク2で調べたところ335ラストと出てきたんですけども、どうもちょっと違うような気もします。ちょっとここだけはちょっと、ラストが鮮明にちょっと、分からなかったところはちょっと申し訳ないところなんですけども、およそサイズ感的にはそのあたり、あとはまあ、他社の、まあ、ブランドメーカーでいうとバリーラスオリデオールデンのバリーラストで、7ぐらいですね。楽に履きたい方は7ぐらい 7D あたり履かれている方とか、まあ、少しなじませて履きたいっていう方は 7.5D あたりを、
履かれている方ですと適合するかなという印象ですね。あとシャンボードも、パラブツシャンボードも 6.5 から7あたりを履かれている方がおおよそ適合するかなといった、サイズ感になっております。はい、結構、7.5 って言ったら大体だいたい26センチとかいう印象なんですけど、私の中ではこれ25から 25.5 っていうようなぐらいなサイズ感ですね。おおよそで言うと、はい、結構小さいです。で、チョケアの方も、こちら、まあ、ソールももちろんしっかりと締めさせていただいて、アッパーの方のケアも、もちろんしっかりさせていただいておりますので、はい、到着後すぐ履いていただける状態でお送りさせていただきます。はい、ぜひともこれから梅雨も明けも見込まれますので、はい、ぜひとも夏に向けて一足こちらご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。